どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こっちはゴアリュウです。さあ今回はですね、デュエルリンクスの歴史7限目ということで、デュエルリンクスの歴史についてまた語っていこうかなと思います。今回は社会の授業です。社会の授業、受講生の皆さん、メモの用意はよろしいですか？この動画のシリーズですね、非常にご好評をいただいておりまして、圧倒的に普段の動画より再生回数が多いといういや、普段の動画を見てくれ、頼む。ということで、まあ、いつもご視聴ありがとうございます。さあ今回はテーマ、タイトルにもある通り、 OCG ではありえないコンボランキングトップ5、こちらをね、私の独断と偏見により発表していきたいなと思います。デュエルリンクスっていうのはですね、あの OCG にはないスキルという概念がございまして、このスキルという概念を既存のカードと組み合わせることによって、 OCG ではありえない、存在しないコンボが成立します。これがデュエルリンクスの面白いところでもあるんですよ。早速第5位の発表に参りましょう。ありえないコンボランキング第5位はラスガン最終戦争で出たー、ゴアリュウさんのお箱やー殿下の宝刀ラストギャンブル、サイコロを振り手札を2枚して自称し、ライフポイントを100にすることによって自分のサイコロの目を6に操り6枚ドローする最強スキル66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 
過去の授業を、受けた皆さんだったらご存知かもしれませんが、デュエルリンクスにはね、過去の他の追随を許さない史上最強のスキルってのが存在しまして、これがラストギャンブルっていうスキル。書いてることがやばすぎる。これ今現状ね、修正されてしまったんですが、手札を捨てることができる。まずで、捨てたカードの効果も発動する。当時はね、当時は、今は無理で、2が出ればまあトントンなんで、だいぶ期待値はプラスだから、まあ3以上出ればアドやから。で、ギャンブラーは6しか出さないんですよ、基本的に。なんでこれによって最強スキルの、座に君臨してました、このスキル。もう本当になんか急になんかよっしゃーって言って、うおーって言ってサイコロブワー出して、なんか6枚ブワードローして、でぶん回し始めるっていうね。で、当時相手ターンにサレンダー機能がなかったんですよ。だからその6枚ドローされてぶん回されてるのに、なんかいじめられてるのに、なんか助け呼びないみたいな、溺れてるのに誰も助けてくれないみたいな状況だったんですよ、その当時は。やばすぎて、これが、まだね、増えたその手札、6枚ドローして増えた手札をどうするかっていうと、その遊戯王にはアドバンテージっていう概念を無視した最強のロマンカードがありまして、それが最終戦争というスキル。手札を5枚捨てるっていうね、手札を5枚捨てるっていう5枚捨てると、ブラックホールと大嵐が打てるよっていう、そういう、カードなんですよ。これで、まあ、要は OCG ではやっぱありえない、ライフを守りつつ手札を5枚確保するっていう、すごい難しいことなんですけど、これをリンクスだったらサイコロを振っとけばいけるっていう、サイコロ振るだけでいけるっていう、そう、あなたがギャンブラーならね。というわけで、第5位はラスギャン最終戦争でございました。続いて第4位の発表に回りたいと思います。ありえないコンボランキング第4位は、仮面魔獣の下準備以外の用途で使われる仮面サブテラー。タイトル長えな皆さんは仮面魔獣の下準備というスキルご存知でしょうか。このフィールドに出すっていう概念ですね、謎の概念。これがね、リンクス特有なんですよ。特殊召喚でも召喚でもないスキルでフィールドに出すっていう概念ね。なんや出すってっていう。ちなみにこれ、スキル自体は仮面魔獣デスガーディウスを出してねって言わんばかりの、まあ、スキルなんですけども、我らリンクス民がそんな使い方すると思いますか。どうやら理解したようだな。これがデュエルリンクスだ。そう、ここで登場するのは全く関係ない仮面魔獣の戦士サブテラーというモンスターですね。仮面魔獣サブテラーの戦士、こいつね、ノーマルのくせになんかリンクスだと UR バリの活躍を見せました。めちゃくちゃ強かった。OCG ではほんとデッキに入ってるとあんま見ないっていうレベルで、なんか誰やねんみたいなカードなんですけど、こいつをその召喚した上でスキルを発動します。で、場に仮面魔獣サブテラーの戦士と、仮面呪術師カーストキラーとかが出ますよね。で、サブテラーの戦士っていうのは自分のモンスターと自分をリリースするとデッキからサブテラーマリスを特殊召喚できるよっていうモンスターなんですけど、この効果がなんと相手ターンでも発動できる。そう、あの仮面魔獣のこのスキル自体はそのターンもデスガーデウスしか出せないけど、相手ターンはできるんですよ。なのでこの効果と併用スキル併用することによって、簡単にこの仮面魔獣モンスターたち
仮面魔人マリス、リグリアードたちが出てくるんですよね。もう本当にこのコンボが凶悪だった。だからサブテラーといえば下準備みたいな感じだったんですよね。手札コストでモンスターをフィールドに出すっていう新たなる概念、この謎の概念によってそのサブテラーの戦士が活躍できる、まあ、OCG とは違った環境が構築されてきました。 OCG もねそろそろねフィールドに出すっていうね概念、これをね導入した方がいいですよ。うん、ガチでどのカードにも邪魔されない。その神戦とかなんかそういう神中とか、特殊召喚無効とかなんかその落とし穴系とかね、ああいうの全く聞きません。だって召喚でも特殊召喚でもないから、俺デッキから出してるだけでーすっていうなんかトンチみたいな、トンチみたいなことしてくるんですよ。これがね凶悪やったね。ということで第4位は仮面魔獣サブテラーでございました。続きまして第3位の発表に行きましょう。ありえないコンボランキング第3位はライフコストゼロデビューフランケン。皆さんはこちらのスキルご存知でしょうか。ライフコストゼロという最強スキル、ライフが1000以下ならライフコストを払わなくてもいいっていう簡単に言うとそういうスキルですね。まあ、このスキルはデュエル中に一度しかないって書いてあるんですけど、できないって書いてあるんですけど、これはまあ現在修正済みなんですけども、過去昔はねスキルを発動したターンであれば何度でもコストを払う効果自体は使えたんですよ。そこで猛威を振るったモンスターがこちらデビルフランケン。彼はですね非常に重い5000ライフというコストを払うモンスターなんですけども、これをライフコストゼロというスキルを発動することによってコストを踏み倒すと、これができちゃうんですよ。つえー、確かね今現在 OCG でもこのカードあの3積みできるようになったんじゃないかな。確かこの間のスキルかあのリミット改定でなんかその制限緩和されたんで、多分もう3積みできると思うんですけど、デュエルリンクスももちろん3積みできて、でしかもやっぱデュエルリンクスデッキ20枚なんて引けるんですよ結構デビューフランケン。でまずどういう風にやっていくかっていうと、このスキルを発動するためにコズミックサイクロンとかクリボーとかあのあたりでライフを調整します。ライフポイントで1000以下に持っていきます。まあ、神の忠告とかねああいうのもあるんですけど、神の忠告とかでまあライフポイント調整して、でもうあとはもうこっちのもんですよ。デビューフランケンを召喚、デビューフランケンを召喚してスキル発動、ライフコストゼロ。さあデビューフランケンの効果使いたい放題だぜ。いくつデビューフランケンの効果いけ、ガトリングドラゴン、ガトリングドラゴンの効果発動、効果を発動しフィールド上のモンスターをなんかコインを3回投げて表が出た数だけなんか破壊しなきゃいけない。でなんかババーンって相手のモンスターも破壊し、さらに自分のモンスターもなんなら邪魔だから破壊する。そしてガトリングドラゴンがいなくなって俺のフィールドがらき、デビューフランケンの効果、効果発動しアルティメットドラゴンを召喚、サイバーエイドドラゴンを召喚、ダイレクトアタック、アルティメットバースト、対戦ありがとうございました。グッド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 というね、はいクソゲーはいクソゲーというこの使い方がガチでやばかったんで、しかも成功率が高くてこのデッキね、もう余裕でスキル修正が入りました。ちなみにこのコンボライフポイントが多分なんかほんと3万とか4万とかないと成立しないコンボなんですよ。これをライフポイント1000以下にするだけで実現してしまうっていうザ・リンクスって感じのデッキでございました。これでデュエルキングになってた人も結構いるんですよ。だから普通に強かったんですよ。というわけで第3位はライフコストゼロデビューフランケンでございました。続きまして第2位の発表に行きましょう。ありえないコンボランキング第2位はレベル上昇フォーチュネリーコンセントワンキル。皆さんはこのレベル上昇というスキルご存知でしょうか。手札のモンスターカードを1枚見せることによって自分のフィールドのモンスターをその見せたモンスターのレベル分上げるというスキル。まあこれ何すんのよという話ですよね。これ何に使うんと、遊戯王にはですねレベルに応じて攻守が上がるモンスターが存在するんですよ、いくつか。その代表格がフォーチュネリーモンスター。レベルの数かける、まあ、最大12ですね、最大12レベル、レベルの数かける300ポイントになりますよと。例えば打点がねウィンディとかだったら、だから単純に12になるだけで 12×300 ですから、まあ、3600っていう攻守になるんですよね、攻守に。で、まあ、それだけではやっぱりワンキルができないと。あれ守備力も上がるんでしょう、あれいくぞフォーチュネリーウィンディーを召喚、ウィンディーの効果、相手のフィールド上の魔法トラップを1枚選んで破壊する。さらにスキル発動レベル上昇、全くモンスター間のシナジーはないが、ただレベルが高いだけの、サブレテラーマリスバレスアシ、もしくは、ゆえる出すエクストリームトラオリヒドラヘを見せて
レベルを上げていくぜ。レベル10になった。さあアタックだ。一見フォーチュナディウィンディダメージステップいいですか。あ、なんもないですか。え、クリーボールないですか。それは甘えてはダメステコンセントレイト対戦ありがとうございました。グッド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 というね、これが、過去最高の、速度、過去最高のワンキル速度を誇る、私の作ってきたデッキの中でも一番速い、ワンキルデッキです。あのね、お手軽なんですよね。お手軽で、何がやっぱり一番素晴らしかったかっていうと、この操っているキャラクター、操っているキャラクター誰かっていうと、そのフォーチュンナディなんで、渚さん、カーリー渚なんですよね。素晴らしいじゃないですか。もう何が素晴らしいって、おへそでしょ、おへそ、この美しいおへそ、このおへそを5時間ぐらいは僕舐め回せるんですよ。基本的にはだいたいね、だいたい、まあ調子いいとまあ6時間か7時間ぐらいいけるんだけど、ちょっとやってみましょうか。いきますよ。ちょっと本題に戻ります。ちょっとどこまであの話したか忘れましたけども、まあ要するにこれがマジでやばかったんですよ。コンセントライトっていうカードがそろそろやばいぞ。このカードそろそろリミットくるからな、ああと思います。ちょっともう撮影してるこの段階でもう多分公開日だいぶ後になるんで、この動画もうなってるかもしれない。 もはやリミットレギュレーション発表コンセントライトになってるかもしれない、もしかしたらね。というわけで第2位はレベル上昇フォーチュンレディコンセントワンキルでございました。続きまして栄えある第1位の発表に参りたいと思います。第1位はジャッジ。こいつジャンキロン5枚積んでます。これはねコンボっていうか、あのねルール違反ですルール違反、ルール違反に近いですね、このスキルに関しては。あの皆さんはこちらのスキルご存知でしょうか。赤き竜のあざドラゴンヘッドというスキル。デュエル開始時にデッキにジャンクシンクロンを2枚追加するよと。で自分のエクストラデッキにスターダストドラゴンが1枚追加されるっていうスキルなんですけども、デッキにジャンクシンクロンを2枚追加するっていうスキルとは別に、ジャンクシンクロンはデッキに3枚詰めるわけですよね。だからこのスキルを使用した状態でデッキにジャンクシンクロンを3枚入れると何が起きるかっていうと、デュエル開始した瞬間にジャンクシンクロンがデッキに5枚入ってるっていういう状態になるんですよ。ジャッジーっていう、ジャッジジャッジジャッジ、こいつジャンクシンクロン5枚積んでますっていう状態になるんですよ第1クソードネタっていう話はあるんですけど、もう思いついた瞬間になんか一番 OCG ではこのコンボありえなくねってなったんで、なんか1位にせざるを得なかったっていう感じなんですけど、やばいでしょ。ってジャンクロン5枚入ってるんですよ、デッキに。ジャッジキルですからね、どう考えてもジャッジキル G やん。デッキとしてはこのスケルエンジェルとか、このボルトヘッジオークとか、この辺のレベル2モンスターとかを墓地に送っといて、まあ、あのセットして破壊してもらうとかね、送っといて、あとはもうひたすらにジャンクシンクロを召喚して5シンクロを連打するっていうデッキ、あれまですよね、ああいう系のモンスターをね。いやもうそれはだって、まあ、強くはないですけど、だってさ5枚入ってるんですよデッキに同じカード、ルール違反っていう、こういうデッキでした。これ1位これかっていう話あるけどね、インパクトがすごすぎて、その思いついた瞬間のインパクトがすごすぎて第1位にしちゃったっていう、そういう話ですね。はい皆さんもね、ぜひなんかこれやばかったんじゃないのみたいなあったらコメント欄に残していただければ、ぜひね、参考になりますので、今後の、はい、今日の動画は以上となります。面白かったなと思っていただけましたら、ぜひねチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。先行公開してるんですよ、ノートっていうそのブログみたいなやつで。なのでそちらが読みたい方はぜひね、ノートのリンクも概要欄に貼ってありますんで、そっちからチェックをお願いできればと思います。ということで1位これでよかったかな、ちょっとわかんねえけど、第7限目の授業はこれにて終了、第8限目でお会いしましょう。それではバイ。